Long, long time ago, in ancient times of Japan, space aliens came down to Kofu, central Japan. Here is its evidence, and I claim here in this video, that Jomon Venus is Inanna Ishtar herself. This is a rehearsal for a speech I have this coming December 2000. 16。甲府へやってきたエイリアンたち。縄文ヴィーナスは、イナンナ・イスター自身であった。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広しはやし、ハママシティージャパン。まず、外堀をしっかりと埋めておきたいと。 思います。古代の神々は歩行補助装置を身につけていました。左が縄文土偶ですね。仮面の女神。そしてその下が縄文ビーナスです。右がビンカそしてバビロニア周辺で見つかっている、まあ、土偶ということになります。で 古代の神々はこのような歩行補助装置を身につけていました。黄色い部分が足で赤い部分が歩行補助装置ということになります。その間には隙間があり、その向こうの衣服が透けて見えます。えつまり歩行補助装置ということになります。右が現在人間が使っている 歩行補助装置です他にも同じような例があります。この紙もやはり歩行補助装置を身につけています。足と歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうの衣服が透けて見えます。この像はそれははっきりしませんが、衣服が透けて見えるように見えます。膝が独特な形をしています。 日本の埴輪です。埴輪です。大体部に注意してください。右が車光器、土偶です。皆同じコンセプトで作られているのがわかります。ハイヒール型とローヒール型ということになります。まあ、違って見えますけども、 えー、基本的な形は同じということです。縄文ビーナスもやはり同じタイプの歩行補助装置を身につけています。ハイヒール型ということになります。この膨らんでいる部分に注意してください。まあ、これらの人たちはですね、こうした歩行補助装置なしでは この地上を歩くことができませんでした。その理由は今更言うまでもないことです。この地上の重力がですね、まあ彼らにとっては大きすぎたということになります。右の仮面の女神もやはり歩行補助装置をつけていると私、林博士は判断しました。 ハイヒール型、ハイヒール型ですね。こうして、えー、縄文ビーナスの、まあ、歩行補助装置をハニマにくっつけても、何ら違和感はありません。同じように、えー、仮面の女神の歩行補助装置をハニマにくっつけても、やはり違和感はありません。つまり、古代の人たちは、見たものを正確に、正確に表現していたということになります。 神々の姿を勝手に、つまり、クリエイティブな芸術的なマインドで作るということは、今も昔もありえません。つまり、このような形で古代の人たちは、神々は歩行補助装置を身につけていたという、まあ、言うなれば、その記録を残したということになります。 で同じものが地中海のマルタ島で見つかりましたこれがその写真です異様に太い大腿部に注意してくださいこの独特な形に注意してくださいマルタ島と 日本とは鳥、鳥リ,リ,リスなどで深い関係があります。それはともかくも、このマルタ島で見つかったこの、まあ、大理石像だと思いますけども、それに注意してください。歩行、補助装置と林博士は判断しました。埴輪の 歩行補助装置と比較してみてください作り方のコンセプトが全く同じであることがわかりますつまり繰り返しになりますが古代の神々はこのような歩行補助装置を身につけていたということになります つまり、ジョンモン・ビーナスも、ハニワも、そして仮面の女神も、同じタイプの歩行補助装置を身につけていたということですね。つまり、私たちが神々と呼ぶ、その神は、スピリチュアルな存在ではなく、大変現実的な存在であったということにも、 なります。上はマルタ島で見つかった大理石像と思われますけれども、その像の足です。下は日本で見つかった土偶埴輪の足です。しっかりと確認しておいてください。ここが今日の最初の重要な ポイントとなります。なぜ、ハニワはですね、このような不自然な、まあ、不自然に大きな足をしているかですけども、歩行補助装置と考えると、その謎が解けます。また、ハニワだけを見ていたのでは、それがわかりません。土偶と比べてみると、それがわかります。さらに、同じ 足を持った大理石像がですね遠く離れたマルタ島でも見つかったということです皆さん自身の目で確認してくださいこれが事実ですこれが事実ですそしてそのコンセプトは遮光器土偶の 足とつながっていきます。車高器、土偶もやはり歩行補助装置を身につけていました。ローヒール型の歩行補助装置ということになります。いかがですか皆さんの判断は いかがですかで、こうした土偶は1万4000年くらい前から作られていたというのですね。が、ウィキペディアの方では何も分かっていないと書いています。それを裏付ける証拠がいくつか 見つかっていますこれは江別にあります北海道埋蔵文化センターのホームページです。その中で奇妙な土偶が紹介されています。言うなれば腰から下だけの土偶ということになります。この土偶は何かですけども青森県八戸で見つかった合掌土偶のそれとコンセプトを同じにしています。 両者を比較してみてみください。で、私は、えべつ市で見つかったこの土偶は、歩行補助装置と判断しました。これは、ビンカで、ビンチャというんだそうですけども、セルビアのビンチャで見つかった土偶です。そのコンセプトは、まあ、日本のですね、えー、仮面の女神と同じです。 酷似しているというレベルを超えて同じです。ただし、足の太さだけが違います。で、ビンチャーではですね、下半身だけの土偶も見つかっています。左下が、えベ、ー、ツ市に現在展示されています、えー、下半身の土偶ということになります。比較してみてください。 縄文のヴィーナスについて簡単に説明しておきます。私がなぜ縄文ヴィーナスイコールイナンナイシタール説を唱えるようになったかですけども、まあ、それについてはですねあの、これから順に説明していきたいと思いますけども、この縄文ヴィーナスの腰のところにはですね、奇妙なラインがあります。まあ、それについてもこれから まあ、説明していきますでこの縄文ビーナスとですね、バビロニア周辺で見つかっているいわゆるイナンナ・イシュタール像とですね、大変よく似ていることが分かりました。でこのまあ大胆部についてるこの奇妙なラインは何かということなんですけども、私はこれは歩行補助装置のラインと判断しました。まあ、それについては、 これから説明していきます。でその前になぜ私が、まあ、縄文ビーナスイコールイナンナ・イシタール説を唱えるようになったかということなんですけども右,右がですねバビロニアで見つかっているイナンナ・イシタール像ですまあ足の太さを除いて大変よく似ているということですねそして縄文ビーナスの方は仮面をかぶっています 仮面と思われる部分が中に内側に鋭角に彫り込んであります。そして胸の表現の仕方、腰の表現の仕方ですね。まあこれは似ているというレベルを超えていると思います。そして縄文、ヴィーナスの方は仮面を被っている。右の方も仮面を被っていると考えられます。それについては、この 続く動画の中って言いますか、この動画の中で説明していきます。まあ、釣り上がった目ですね。そして、右の稲下の方は、やはりヘルメットをかぶっているように思います。縄文ヴィーナスですね。そして、右が土偶です。下は、イあタールと言われています。 マリでで発掘されたイシュタール像です。そして左がリリトと以前は言われていましたけどもこれはイスタール像です。イナンナ・イスタールです。シュメールではイナンナと呼ばれていました。バビロニア、メソポタミアではイスタールと呼ばれていました。中央がですね、これがバビロニアで見つかったアーティファクトです。これと、えー、縄文・ビーナスを比較してみてください。 あとでもう少し詳しく精査しますけども、作り方のコンセプトが全く同じであるということですね。穴が開いている点も告示しています。そして耳がですね、右のヒタル像は離れてますね。それも別のところで証明しました。で、結論先に言いますと、私はイナンナなのよと、ジョーモ・ヴィーナスは言っています。 まあそうした事実をですね、これからいろいろな証拠を皆さんにお見せしながら証明していきます。この縄文、ビーナスはですね、歩行補助装置を身につけていると私、林博士は判断しました。この奇妙なラインがその証拠の一つということになります。ですからこのような形の歩行補助装置であったと考えています。で、右が バビノリアに見つかっているイナンナイシタール像です。それをこの中にすっぽりと入れてみると、それはそのまま縄文ビーナスの姿となります。左が縄文ビーナスです。まあ、こういうふうにして一致していくということですね。そして仮面のビーナスとそのコンセプトを がですね、共通しさらには遮光器土偶とも共通しているということになりますで足の形が同じであるということですねまあ右が現在私たちが人間が使っている歩行補助装置ですけども、まあ、形的には洗練されているといいますか 足そのものの形が違うということになります。それについてもこれからこの動画の中で説明していきます。まあ、このような歩行補助装置を使っていたということになります。で、セルビアのビンチャに戻ります。で、まあ、セルビアというのはギリシャ北部ですよね。 そこの、まあ、その辺りの周辺の、まあ、文化圏といいますかね、古代遺跡からこのようなものが見つかったということです。特にこの像に注意していただきたいと思います。三本足ではありません。真ん中で足を束ねて椅子のようなものの上に座っています。この像と、まあ、仮面の女神を比較してみてください。 まあ大変よく似ているということは一見して皆さんもお分かりになると思います。逆三角形の頭で、そして肩がカクンカクンとしてますね。そして脇の下に空間があります。まあ、こうした細部を比較していくとですね、まあ、まあ、口の下にもこうした小さな穴が彫り込んである点など、まあ、 大変よく似ていると言いますか。偶然とはもう言い切れないレベルで、まあ、同じということになります。このおへそなんですけども、特に一番左の像と右の仮面の、えー、女神のへそは同じです。そして同じくバビロニア周辺ではこのような土偶も見つかっています。メソポタミア。 ニンフルさんとまあ紹介されていますでこの像について言えばですね手の先が出てますか腕がぐにゃーっと曲がってヘラのようになってますねで同じ表現同じように表現してあるのが、えー、井戸,井戸尻高校館に展示してある土器ですね、えー、私がこの高校館に行った時には土器と紹介してありました えー、これがイナンナ・イシタール像です。イナンナ・イシタール像です。ウルで発掘されました。で左下が法隆寺にありますサムライ像です。法隆寺にありますサムライ像です。その像とメソポタミア。 これ,これはあのひ、ごめんなさい、左下はシュメールで、えー、シュメールの女神ということになっています。その像と、まあ同じですね。目が側面について、そして口が裂けて、という顔ですね。で、この、比較してみてください。法隆寺にはですね、私が発見した範囲では似たような像が3体あります。 まあ、離れた鼻の穴、避けた口、同じだということです。まあ、このような形で、日本と世界がつながっているということです。さらに、こんな例もあります。パナマの市町バリでスで発見された、まあ、土偶ということになります。この土偶に注目してください。えー、左が、 パナマの主張バリレスでして発見された土偶ですけれどもまあ、基本的には三角頭をして鼻の先がぐるっと先に伸びています。右がセルビアのビンチャで見つかった土偶です。ですから、まあ、左の方がより写実的ということになります。そして、肩がカクンカクン型で肩の下に薪の下にですね。今、まあ、丸い空間があります。 人つまり左の、まあ、この像と言いますかねに、えー、三角の仮面をかぶせたのがビンチャーの像でありその像は日本の縄文の女神と仮面の女神ごめんなさいとつながっているということになります。 ま、これは少なくとも人間ではないということですね。かくんかくん型と私は呼んでいます。私たちが言う怒り型とは違います。で、顔が逆三角形で目が側面についてまあ、口が裂けてということですね。まあ、つまり。仮面の女神は少なくとも人間ではなかったということになります。 そしてそのコンセプトはシュメールの女神とつながっていきます。左がシュメールの女神ですね。ウルで発見されました。イナンナです。そして仮面の女神を横から見ますと同じ形をしているのがわかります。中央はこれ、敏感です。 で、ンが、えー、仮面の女神です。大切なことは、皆さん自身が自分の目で見て判断して、一つずつこうした事実を積み重ねていくということではないでしょうか。ン、えー、が三内丸山遺跡で見つかった道具です。やはり三角、頭をしているのが分かります。 山内丸山遺跡も、こうして、えー、ビンチャ、ビンチャと繋がっていくということですね。世界の遺跡と繋がっていくということです。さらに、ハニワとて例外ではありません。先ほど紹介しました、パナマのシチョバレレスの像と、そして日本のハニワとを比較してみてください。共に、まあ、 赤ちゃんのような子供を抱いています。イナンナ・イシュタールの像の中には、このように、赤ちゃんのような、まあ、子供をですを、ね、抱いている像が大変多いです。で、これは人間ではありません。左の像を見てください。足に注意してください。これは人間の足ではありません。つまり、 この埴輪の人物は人間ではないということです。その証拠に首の下に奇妙なラインが首飾りのようについています。着脱式のオーバーオールヘルメットと判断しています。まあ、右がですね、インダスバリーの、まあ、テラコッタです。やはり同じようにオーバーオールヘルメットを被っていると判断しました。だから共に目がくり抜いてあります。目がくり抜いてあります。 繰り返しになりますが、もう一度ここで確認してください。セルビアの文化ですよ。つまりギリシャと考えていいわけですね。そこでこのような像が見つかっているということです。そして、極めてよく似た像がですね、長野県の茅野市の東で見つかっています。 もう一度確認してください。逆三角形の頭をしています。で、この右のですね、逆三角形のこの仮面もですね、ある種の遮光器仮面であると思われます。古代の神々はですね、このような遮光器、つまり光を遮る仮面をかぶっていたということです。 あるいは直接その顔を人間に見せることができなかったのかもしれません。確認してください。まあ、私は特にこのおへそにこだわりました。盛り上がって中央に穴が開いています。まあ、本当におへそであるかどうかは別としてそのように表現してあるということです。 そして腰から上は同じです。腰から下は違います。右は歩行補助装置を身につけています。左はそれを外して、そして自らは立つことができないためにですね、椅子に座っているということになります。なぜ、まあ、このような歩行補助装置を必要としたか、もう一つ別の理由があります。それについても このの動画の中で後で後説明します。つまりこの両者は同じであると私、林博は判断しました。ギリシャと日本。日本とギリシャ。これもビンチャー遺跡で見つかった土偶ですけども、まあ、胸から下だけの道具ということになります。で、これをこのようにはめてみます。 日本でもやはり甲府でこのような下半身だけの土偶が見つかっています。歩行補助装置と判断しました。が、さらに裏付ける事実が出てきました。この頭に注意してください。頭に注意してください。ヘルメットのようなものをかぶっています。 みんなシュメールのレリーフです。古代のシュメールの神々はですね、このようなヘルメットをかぶっていました。神を表すヘルメットということになります。そのヘルメットのコンセプトと、左の土偶の頭に乗っている、まあ、ヘルメットと考えて良いものなんですけども、そのコンセプトが一致しています。 注意深くご覧ください。これは先ほど紹介しましたリリトのレリーフと言われてますけども、イナンナ・イシュタールと私、林博士は判断しています。リリトではありません。まあ、イナンナ・イシュタールですね。で、このスカートがですね、だんだんスカートになっているところにも注意してください。日本のいわゆる円筒ハニワのコンセプトと一致していきます。 ヘルメットに注意してください。右がマリで見つかったイナンナ・イシタールの像です。頭に注意してください。全く同じと、まあ、断言して良いのではないでしょうか。私は同じと判断しました。えつまり、まあ、このような形でですね、日本の土偶と、えー、イナンナ・イシタール像、 ととが一致していくといくうことです、まあ、こういうところからもですねドグイコールイナンナイシタール説が生まれましたまあ小八方からいろいろな証拠が集まっていきますがその一点つまりそれが目指すところは縄文ドグイコールイナンナイシタール説ということになります そして、それは誰かということになりますと、当然、イナンナ、イシタールということになります。繰り返しになりますが、ハニワです。そして、このハニワに表現されている子供は人間ではありません。ということは、まあ、神々は少なくとも人間とは違った姿を持っていたということになります。シュメール。 の神々もですす。ね、やはり子供を抱いていてますカクンカクン型で、ように細い腰ですね。ですから、シュメールの神ミがですね、まあ、オーバーオールヘルメットをかぶったのが、左のハニワということになります。つまり、ハニワもですね、女神を表しているということになります。そしてそれが、日本の土偶へとつながっていきます。カクンカクン型。で、 それがつながっていきますそして仮面の女神へとつながっていきますつまり一見違った像に見えるかもしれませんが最大公約数的にまとめるとまあ、このようなカクンカ型などでまあ、一人の神へとま集約できるということですね そしてそれが遮光器、土偶ともつながっているということになります。繰り返しになりますが、古代の縄文人たちはですね、自分たちが見たものを懸命に懸命に忠実に、まあ、写し、写し取ったということになります。右下はシリアのマリで発掘された イナンナ・イシュタール像です。イイナンナ・ンタールはエジプトではマリと呼ばれさらにヘブライ名はマリアです、まあ、それはともかくもこうして神々がつながっていきますでこういう像も見つかっていますけれどもこの像はそのまま 縄文ヴィーナスと繋がっていきます。一見別々の像に見えるかもしれませんが、えー、右が縄文ヴィーナスです。左は、まあ、仮面の部分をそ、まあ、ぎ落としたという感じがします。くっつけてみると、その作り方の基本的なコンセプトは同じであることがわかります。皆さん自身の目で 一つずつ確認してください。つまり、これが証拠、証拠だということになります。あるいは、これ以上の証拠がどこにあるでしょうか。さらに、日本の土偶は、マヤ、アステカともつながっていきます。注意深くご覧ください。ここで重要なことはですね、目がつり上がっていて、 日本の土偶はですね、皆同じコンセプトで作られているということです。目と目の間、その水平線上に鼻があり、ほぼ同じ位置に鼻の穴があるところに注意してください。人間はこのような顔をしていません。そして耳のところには、まあこうした穴が表現されているものが多いということです。 右がマヤアステクのアステカのアーティファクトです。やはり同じように耳のそばあたりには耳飾りのようなものが作られていて、そして独特なヘルメットをかぶっています。そのコンセプトは日本の縄文土器と一致します。皆さん自身でしっかりと確認してください。えつまり日本の 縄文土器はですね、西はバビロニア、メソポタミア、シュメールとつながり、そして東はマヤ、アステカともつながっているということです。ここに渦巻きがある点に注意してください。左はイナンナ・イシュタール、シュメールのイナンナ・イシュタール像と認定されているものです。渦巻きはイナンナ・イシュタールのシンボルマークでした。 あちこちに表現されています。同じものがシュメールでも表現されているということです。話を先に進める前にもう一度基礎を固めておきたいと思います。縄文ヴィーナスです。彼女は誰なのか、どこから来たのか、あるいは誰なのか、どこへ行ったのかということになるわけです。えーまあ、このような土偶が 日本全国で発見されています。重要なことは、古代縄文人たちは神を、神を表現したということです。隣のお姉ちゃんやおばちゃんを表現したのではありません。あるいは皆さんの仏壇神棚に隣のお姉ちゃんやおばちゃんを飾りますかまあ、ともかくも、 だから皆同じ顔をしています。同じコン,セプトコンセプトで表現されています。目と目の間に鼻がある土偶はインダスバリー周辺でたくさん見つかっています。ほとんどがそうであると断言しても間違いありません。そして、まあ、このようなヘルメットをかぶっているということですね。なあち、縄文ビーナスは そのまま、イナンナ・イシュタールと繋がっているということです。林博の縄文ビーナス、イナンナ・イシュタールは、こうして生まれました。右がイナンナ・イシュタール、イシュタール像ですね、えー。神々はその地域によって、特に多言語社会においては、名前を変えました。イナンナ・イシュタールです。一般にはイシュタール像と、 まあ、バビロニア、メソポタミアでは呼ばれています。頭に注意してください。いかがですか縄文の神々は、同じヘルメットをかぶっていた、イコール、この神がですね、イナンナ・イシュタールであれば、縄文・ビーナスもイナンナ・イシュタールということになります。 そしてこのような仮面も見つかっています。全く同じなんですね。えつまり、極めて正確に、まあ、表現してあるということになります。そして、右のインナ,ナイスタール、イスタール像の目の中を見てください。向かって右側の目に注意してください。左は仮面です。お面です。マスクです。が、右の 像の中には目が表現されています。目の中に目があります。釣り上がった目であることがわかりますかすなわち、イナンナ・イシタールは少なくとも人間ではなかったイコール、日本の縄文の神々は人間ではなかったということになります。が、これを誤解してはいけません。神が 人間のの顔をしているはずがないのです。わかりますか違って当然だということです。神が人間をですね、自分たちの姿に似せて作ったということはあるでしょうが、神が人間の顔をしていると考えるのは人間の傲慢そのものではありません。今あ話あお見せしましたように、右の、えー、イナンナイシュタル像はお面をかぶっています。頭の後ろに。 マスクバンドが表現されています。これらの像は皆お面をかぶっているということになります。髪の毛がポコンポコンとしている点に注意してください。神々独特のヘアスタイルということになります。繰り返しになりますけども、これが証拠だということです。私たちが今見ているのが 証拠だということです。右二つはだんだんスカートを履いています。そして左二つは同じヘルメットをかぶっています。こうして三者がつながり、一番左がですね、一般にはリリートと言われていますけども、林博はこれをイナンナイシタール像であると判断しました。 足を見てください。三本指になっているのがわかりますかこの三本指も一つのポイントとなります。そしてそれが、まあ、フィードバックしますと、上のように、上のいわゆる縄文土具と繋がっていきます。縄文土具、イナンナイシタアウセはこうして生まれました。 縄文のヴィーナスはその女神ということになりますそして同じコンセプトで作られているのがバビロニアのイナンナ・イシュタール像ということになりますこうして古代の神々がつながっていきます逆に言うとですねどうして縄文ヴィーナスがですね イナンナ・イシュタールであってはいけないかということになります。そして、こんな像がスメールで見つかっています。イナンナ・イシュタール像と言われています。その像と、そして、縄文ビーナスの像とは一致しています。これが決定的な証拠ということになります。共に仮面を被っています。 が、その仮面の部分を除きますと、ここまで一致しているということですね平た。平たいお盆のようなヘルメットをかぶり、その側面には穴まで表現され、それも一致しています。耳の位置にも注意してください。決定的ですね。えっと、つまり、左が、えー、イナンナイあるということになります。でこの ジョン・モ・ビーナスはこう言いました。I am Inanna. 私は Inanna なのよ。と。by 林広史説です。ここで少し気分転換をします。禁印です。福岡県で派遣されました。禁印です。一応これは ヘビということになっているそうです。な、ま、ん、あ、であっても構わないわけですけども、この金印にですね、まあ、奇妙な、まあ、模様が彫り込んであります。この中央上ですね。これ見方によっては顔に見えるわけです。まあ、ある種の騙し隠し絵の手法かもしれません。まあ、一般にこのような金印が現在、 残っているわけですけども、まあ、ここでお見せする金印がですね、鹿の島で発見されたこの金印がですね、まあ、ヘビーであるかどうかということは、今日のポイントではありません。で、こうした金印と並べてですね、まあ、日本で発見されたこの金印も、その中のワン・オブ・ゼムであると言われています。が、本当にそうでしょうか。この金印にはですね、 といいう字が書いてありますそして、いいです。これ、どう読んでも、なとは読めないんですね。ないわゆる、わとは読めないんです。誰が読んでも、イななんです。中国人の方に読んでいただきましたけども、いなと読んでいました。どうしてこれを、わと読むんでしょうか。いな、いな、いなの国です。イナンナの。 イナということになります。日本にはイナの国があったということですね。で、金印についてもう少し調べてみます。金印です。これは本当にヘビなのかということなんですけども、右がスウェーデンのゴッドランドで見つかったブローチと言われているものです。現在、大英博物館に所蔵されています。 ここに奇妙な人物が彫り込まれています。その人物の顔と大変よく似ています。右は私が UFO の内部と判断したブローチです。UFO の内部と判断したブローチです。その内部には2人の人物が、まあ、シートベルトに、まあ、握ってですね、3本指です。そしてこのように表現されています。 中央は甲府で見つかった道具ですけども、やはり三本指です。作り方のコンセプトが同じであるということですね。金印とゴットランドで見つかったブローチを比較してみてください。まあ、このような形で世界と繋がっているということですね。そしてシュメルで発見されたイナンナイシタアル像とも似ているということです。 これは似ているというレベル、つまり偶然と言われれば、まあ、それに反論できないレベルの話ということになります。今お見せしたのが左下の像です。イナンナ・イヒタル像です。シュメールのイナンナ・女神というふうに、まあ、現地ではまあ確認、確定されています。 ま、これを、この像によってですね、ゼカリアシッチンが、がこれを指摘して、まあ、この像が有名になったというわけです。その像の頭の上に、やはり渦巻きが描かれています。繰り返しになりますが、渦巻きは、イナナ・イシタールの紋章ということになります。それが、縄文・ヴィーナスのヘルメットの側面に表現されています。 皆さん自身で確認してください。つまり、右は、そういう点からも、いなんな、いしたるぞということになり、そして、このブーツにも、あるはずもないブーツにも、その渦巻きが表現されています。ブーツですよ、皆さん、これは。縄文人が、 ブーツを履いてたんですよ。皆さんがあちこちの広告館で見られる縄文図の縄文人の創造図とはかけ離れたあるはずもないオーパースということになります。だったら縄文人たちが見られるブーツを履いている絵を描けばよいのではないでしょうかということになるわけですね。まあ、ともかくもこれが縄文ビーナスイコールイナンナイスタールということになってくるわけです。 縄文土偶ともう一度比較してみてください。イナンナイスタールと比較してみてください。こうしてイナンナイスタールと、縄文ビーナスとつながっていくということです。イナンナイスタールとつながっていく、すなわち縄文ビーナスの名前は イナンナ・イシュタールであるということになります。長野県那盆地、甲府盆地、そして諏訪湖を中心とするあの地域で活躍したイナンナということになります。いいですか、皆さん。イナ盆地のイナンナです。エナ山のイナンナです。その地域で活躍したのがイナンナ・イシュタールです。どうして あの時代にインの国があったと考えておかしいのでしょうかどうしてイという字をあえて和と読んでいるのでしょうかということになります。もう一度この証拠を皆さん自身の目で確認してください。左がイナンナイシタールです。右がバビロニアで見つかったイナンナイシタールです。この小東。 ですね、この辺りを稲地方と言いますその古東の小東ですねで発見されたのがジョ務ヴィーナスということになります諏訪湖の東です話を戻しますなぜ 歩行補助装置をつけていたか。それはこのレリーフを見ればわかります。右にいるのがアフラマズだということになります。真剣を表す尺を持っています。その足に注意してください。まあ古来ですね、こうして王権を授かった王は自分の権威をまあ象徴化するために中央に自分を置き左右に神々の姿を 起きました。ですから、右は尺を持っているアフラ、マザーもしくはエンリル、もしくはアヌオということになります。で、この足を見ていただきたいんですけども、足がありません。丸く、そのまま収まっています。後でもう少し精査な、てますか、えー、正確な写真をお見せしますが、えー、割れたり折れたりしているのではありません。右が先ほどお見せしました、 ニンフルサグの足です。やはり丸く収まっています。つまり、古代の神々は足がなかったということになります。足がなかったということになります。まあ、こうした姿で地上に降りてきたということになります。ですから、馬にまたがっていたということになります。まあ、ともかくも、これが歩行補助装置を必要とした理由の一つと、 私、林博は考えています。同じように日本の埴輪の中にはですねこのように、まあ、このような形で表現されている埴輪も見つかっています。にゃーっと手が回って手の先がヘラヘラです。これはエジプト周辺で見つかっている土偶ですけども、まあ、イランでも見つかっていますけどもこうした土偶もあります。 いわゆるぐにゃーっと手が回ってヘラのようになっています。そして足の先も足の、いわゆる私たちが言う足がないように、フットの部分がですね、ないように見えます。そして同じコンセプトがネインフルサガの、えー、ドグーとつながっています。このヘラー、ヘラって言いますか、なんて言いますか、その点注意してください。そして異様に太い大体部ということになります。 まあ、腰から上が細くて小さくてですね、そしてこのような土偶も見つかっているということですね、まあ。コンセプトが一致しているということです。そしてそれがですね、日本の埴輪ともつながっているということです。埴輪も世界とつながっているということです。 右、まあ、はですね、イランで見つかったというふうに書いてありますね。同じように、まあ、世界中で見つかっているということです。最、まあ、も,もイラン、メ、まあ、ソポタミアは同じですし、エジプトも近いということになります。さらに話を進めます。これはペルセポリスに残るアフラ・マズダー像です。この、まあ、羽のようなものがですね、乗り物なのか、実際の神の体についている羽なのかは、いまだに判断つきかねています。というのも、 同じような、まあ、この羽根で表現された上に、3人の人物がまあ描かれている円筒印象も見つかっているからです。まあ、ここではあくまでも参考ということになりますけれども、これが細いのがですね、まあ、足だとするならば、アフラ・マズダーは大変細い足をしているのがわかります。上はホルスです。やはり、まあ、なんて言いますか、まあ、鳥の羽根を身につけています。で 冒頭で皆さんにお見せしました歩行補助装置に描かれている足と比較してみてくださいこの黄色い部分が足ということになります赤い部分が歩行補助装置ということになりますつまりアフラマスターのこの細い、まあ、足と言っていいのか足のようなものが本当に足であるとするならこの足では地上を歩くことが できななかったとということになりますだから歩行補助装置を必要としたということになります。まあその理由の一つということになるわけですね。皆さんの判断はいかがでしょうかそしてもう一度繰り返しますけども、右のアフラマザー、この写真の方がよりまあはっきりしていると思います。皆さん足が折れて いるのではありませんよ削り取られているのではありませんよ皆さんの目で確認してください丸く綺麗に収まってますねつまりこれがまあ、神々の足ということになりますこれが神々の足ということになりますつまりこの足では地上を歩くことができなかったということになりますえつまり古代の神々は 人間ではなかったということになります。さらに話を先に伸ばします。日本にはですね、古来、オールキャストで神々が住んでいました。あるいは日本がその中心地と考えて間違いありません。これからそれを皆さんに証明します。これがアフラマウザーです。そして中央が アルルタシール一世で、すね。で、今、王権のシンボルである王権リングを渡しています。これを渡された王は、その地域の支配権を持つことになります。今、アフラ・マザーがアルタ・シール1世に王権リングを渡しています。お前にこの土地を授けるこの土地を支配しろということになったんだろうと思います。中央は、えー、コスロー。 2世ですね。えー、が、やはり右のミトラから、王権リングを渡されています。この王権リングに注意してください。リングといっても螺旋形です。そして同じものが先ほどから紹介しています。この糸尻考古館に展示されている土器の、土器の頭についています。後頭部についている点に注意してください。 模様も一致します。日本とペルシャですよ。ペルシャ最後の皇帝王,帝王といわれた、えー、コスロ2世です。比べてみてください。確認してみてください。これを偶然の一致と言って、あなたは片付けてしまいますか片付けてしまってよいのでしょうかそれこそまさに私たち古代人 先祖である古代の縄文人に対する暴徳というものではないでしょうかそしてアフラマズダーはですね頭の後ろにそれをつけているのがわかりますこのポコンポコン紙ですね先ほど出てきましたポコンポコン紙とも見てくださいそして独特なまあ、ケープと言いますかロープと言いますかガンを身につけていますそして手の先はくるくると曲がっています そのくるくると曲がった表現はですね、アフラマズダーの足とも一致します。ということは、この左のアフラマズダーの顔と手はですね、まあ、お面であり、手は何らかの、まあ、そうした補助装置のようなグローブを身につけているということになります。もう一度この足を確認してください。皆さん、これが事実なんですよ。 事実なんですよ。これ以上の証拠がどこにあるというのでしょうか。皆さん自身の目で確認してください。そして、この井戸尻考古館に、まあ、展示されている土器になるものは、まあ、これは土器ではありませんね。まあ、神の体ということになります。その手と。 アフラマザーの足の作りは同じだということです。そして、この土器なるものの上に表現されている丸い螺旋のリングは、まさに王権リング、いわゆるリボンがついた王権リングということになります。そして、同じ井戸尻高校館には、頭も展示されています。ただし、高校館では逆さまに展示してあり、航路と表現されています。 つまり、甲を焚くための土器であったということです。とんでもない。これは頭です。比べてみてください。現在の今もトルコでは同じような帽子をかぶっています。これが、まあ、人面、航路と書いてある土器です。逆さまにすると、それはそのまま頭となります。つまり、二つの 別々の土器ではなくて、二つ一つで一人の神を表現していたということになります。アフラ・マザーだったかもしれませんし、あるいはアヌ王自身だったかもしれません。私はアヌ王自身であったということと考えていますが、この日本の甲府にアヌ王がいたということは、イコールすべての神々がオールキャストで この日本に住んでいたということになるのです。もう一度ここを確認してください。右がギザ高原で見つかったアーティファクトです。その右,で右のこの土偶にですね、まあ、生命維持装置付きのついたヘルメットをかぶったのが左の像と私、林弘は判断しています。そして、 このギザ高原で見つかった像の表面には大変奇妙なものが描かれています。これは何かもう皆さんお分かりですね。つまり、まあ、このような形でですね、古代の縄文人たちは自分たちが見たものを懸命に、懸命にそのまま残そうとしたいということです。左が釈迦堂で見つかっている、これもやはり香炉。 となっています。甲を炊くための道具だったというわけですが、逆さまにしてみますと、その形のコンセプトが一致しているのがわかります。もう一度並べて、皆さん自身の目で判断してください。皆さん自身の目で判断してください。そして、大切なことは、自分で考えて、自分で判断するということです。 一致してます、ね、で、土器の中にはですね、このポコンポコンを表現した土器もあります。左はですね、下半身から下は復元されたものであるということですから、私が削除しました。まあ、このような形で、このポコンポコンとしたものが中央のですよ、紙であることをここで説明しています。紙ですね。 というふうにつながっていくということです。さて、私、林博史はですね、井戸尻考古館に展示されている土器の丸い螺旋のリングがですね、王権リングであると判断しました。皆さんの中にはですね、何でもない事実のように思われる人がいるかもしれませんけれども、 これは大変なことなんですよ。この事実一つがですね、もし認められたら、世界の考古学は大げさではなくて、ひっくり返るんですよ。いいですか日本の、いいですか井戸尻考古館に、王権リングがあったということです。そしてそれと全く同じものが、 コスロ2世のレリーフの中に表現されているということですね。わかりますか時空を超えて同じものが見つかっているということです。比べてみてください。時空を超えて同じものが見つかっているということは、コスロ2世のこのレリーフの中に描かれている王権リングはですね、磯尻考古館の王権リングをコピーして作ったもの。 真似て作ったもの、パクって作ったものっていうことになってしまうわけですね。が、そんなことはありえないことなんです。590年前後にこの、まあ、この、コスロ2世は、あまあ、王座についてますからね。だったら、その時、井戸尻高校館に展示してあるあの土器は、 すでに発掘されていて、展示されていた、ということになってしまうわけですね。そんなことはあり得ない。しかし、コスロ2世のレリーフの中に表現されている王権リングが、糸尻高校館の中にあるということです。こうした事実を否定する最も便利な言葉を皆さんにお教えしましょうかこうした事実を 否定する、最も便利な言葉。考古学者の先生たちが広く頻繁に使っている言葉。それが、偶然という言葉です。偶然だ、偶然だ、偶然だ。そしてその上で、謎だ、謎だ、不思議だ、不思議だ。そしてその上で、わからない、わからない、わからない。こんなことを繰り返していたら、 私たちはいつまで経っても謎の迷路の中で右往左をするだけではないのでしょうか大切なことはこうした事実の中から理論を引き出し、そしてその理論を組み立てて未来の私たちの子孫へと伝えていくことではないのでしょうかあるいはそうした事実をですね、より良き未来の人たちの生活のために役立てて 行くことではないのでしょうか。でないと、こうした事実はですね、あなたの本箱を飾る美術全集のようになってしまうということです。それでは意味がないということですね。ただの本箱の飾りとなってはいけないということです。と、まあ、少し熱くなりましたが、もう一度確認してください。これは大変な事実なんですよ。 またこれ以上の証明はありえませんね。成分分析するとか、レントゲン取るとか、そんなことは必要ないのです。あなたが今ご覧になっている事実、そしてあなたの目がその証拠だということです。繰り返しますよ。繰り返しますよ。左はコスロー2世のレリーフに描かれている王権リングです。王権リングです。 それと同じものが長野県井戸尻の考古館に展示されているのです。それともあなたはやはり偶然だ、偶然だという言葉を繰り返して無視するのでしょうかあるいは無視することができるのでしょうか皆さん自身の目で判断してください。左が 王権リング。右が井戸尻高古館に展示されている土器の背面に描かれているリングです。まあ、コスロー2世の方には2つのリングが表現されています。で、これはアフラマズザーだと言われています。まあ、一応、検出けのためにそのように言っただけなのかもしれません。つまり中央の王はですね、 王権リングを渡され、そしてそれを受け取り、中央の王はその土地の支配権を手にします。で、これが王権リングですけども、皆その王権リングを頭の後ろにつけている点に注意してください。頭の後ろにそれをつけています。同じものがチャンチャン遺跡でも見つかっています。ペルーの北部ですね。チャンチャン遺跡です。 こうした、あの、同じようなものはですね、マヤ・アステカでも多数見つかっています。マヤ・アステカの王たちは、総じて、ほとんど例外なく、頭の後ろにリングとリボンをつけています。つながりがあると、私、林博士は判断しています。繰り返します。アルタシール一世ですね、も、やはり王権リングを渡され、その頭の後ろに王権リングをつけています。 つまり、日本と世界はこのような形でつながっているということです。私が、縄文イナンナ、縄文ドグイナンナ説、あるいは縄文ビーナスイナンナイシュタール説を唱えると、まあ。今までの常識の中で、常識の世界の中で生きている、そういった世界で生きている人はですね、まあ、とんでもない話だ。そんなはずはない。バカな。というふうに思われるかもしれませんけども、 こうして日本と世界とは密接に密接につながっているということです。下ばかり見て,は見て考えてはいけないということですね。私たちは生じとを開けて外を見るということです。そしてその日本のその縄文文明がですね、世界の文明と深く結びついているということを知るということではないでしょうか。そう考えれば、 今まで不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だと言っていた謎が向こうから解けてくるということになります。三本指の明らかに人間らしからぬ像もこのように、この日本に残っています。三本指です。そして体には鱗が表現されています。お面をかぶっています。そういうことなんですね。 私がこの甲府の山梨県立高校博物館に行った時には右の像はですね、えー、この写真は私が撮った写真ですけども、高校館の隅の方の端にひっそりと置かれていました。が、この像こそが日本のみならず世界の文明をひっくり返す像ということになります。文明の歴史をひっくり返す像ということになります。皆さん自身の目で確認してください。 私がこの説を発表してからすでに3年になります。3年になります。現在は2016年の11月です。そして中央はアフガニスタンで見つかったブッダ像ということになっています。ブッダ像ということになっていますけれども、やはり同じローブのようなものを身につけているのがわかります。比較してみてください。 本当にこれはブッダ像なのでしょうかそしてどうして両手が折られているのでしょうかひょっとしたらこのような腕を表現されていたのかもしれませんね。皆さん自身で判断してください。この手が折られているのは大変残念ですね。自分たちに都合の悪いものがあると平気でその時々の人はその証拠を隠滅してしまいます。そして自分たちの 都合の良いいように理論を組み立てていきますそうして、人間の歴史はねじ,ね,じねじ曲げられ、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 現在に至ったというわけです。言い換えますと、私たちの人間の歴史にはですね、もう一つ別バージョンの歴史があるということです。私たちが今まで気がつかなかった別バージョンの歴史があるということです。このアフラマザーの足もそうです。 まさかまさかということで見落とされてきました。誰も気がつきませんでした。少なくとも私が発見するまでこの足について問題にした人はいません。誰もそれに気がつかなかったんですね。がしかし一つ見方を変えますと、その向こうにもっと広い別バージョンの人間詞が見えてくるというわけです。 まあ、その、私たちが知っている歴史というのはですね、ある意味で表現、表面的な、なんて言いますかね、いわゆる年号と活字だけによってできた歴史ということになるわけです。で、今皆さんにご覧いただいているのは古代の神々。 これはまた別の種類の神々ってことになりますけどもね。中央はニンフルサングですから、まあ、ゼケラシーチンが言うところのサーペント族です。サーペント族の、まあ、エンキ起派,派の方ですね。エンリル派はラム族とゼケラシーチンは表現しています。族に言う、えー、まあ、レプタリアン族ということになりますね。まあ、 ですからこれは延期。えつまりま、水神の方ですね。まあ、あその説明はまた別のところでしましたから、そちらをご覧になってください。まあ、ともかくも、こうして、まあ、江戸汁高校館とて言いますか、まさに、あの甲府盆地から稲盆地にかけての地域というのは、まさしく神々の本拠地であったということになります。そうした証拠が、こうした形で、 この日本に残っているということですね。そして忘れてならないのは仮面の女神にしてもですね、日本の方が古いんですよ。ビンチャーで見つかった先ほど紹介しました大変よく似た像よりも古いんですよ。世界の文明よりも日本の縄文文明の方が古いんですよ。そしてその縄文文明の方には、あの以下、キエンリルイナンナイスタール。 オーズキャストの神々が住んんででいたんですよ。つまり、日本の文明、縄文文明こそが世界中心の文明であると断言して、どうして間違っているのでしょうか顔だけは違う。違いますよね。手と顔だけは違うと言いましたよね。だから、左のような正道性のヘルメットがペルシャには残ってるんです。わかりますか つまり、このアフラーマズダと言われている像にしても、左のようなオーバーオールヘルメットをかぶっていたということになります。で、そろそろ話を収めなければなりません。で、繰り返しますが、というのも、 ここが特に重要なポイントですから皆さんにも確認しておいていただきたいと思います、まあ、このような形で日本の文明は世界の中心部にありそしてこういう形で日本の文明の痕跡がですね世界につながっているということですこれが事実だということですね 事実ということになります。今その事実を皆さんは、そしてこのような形でですね、ビジュアルな形で確認しているということになります。またそれ以上の繰り返しになりますが、証拠はないということですね。また、こういう形で、ビジュアルな形で私たち一人一人がですね、 自分の目で確認できる時代になりました。つまり、縄文ビーナスイコールイナンナイシタール説であるにせよ、縄文土グイナンナイシタール説であるにせよ、それ自体がですね、独立して、まあ、他の文明と離れて、 現にこの日本にあり私が説いているのではなくて日本の文明が世界の文明とつながっているその大きな流れの中に縄文ヴィーナスイコール、イナンナ・イシャル説そして縄文ドグイナンナ・イシャル説があるということです結論ということになります 大切なことは、常識を一度ひっくり返してみるということです。常識をひっくり返してみると、ただの縄文土器もベマーナ型のロケットに変身します。このようなロケットが古代、この日本に降り立ったということになります。そのロケットを見て、縄文人たちは神と思ったかもしれません。だから懸命にその姿をこのような形で、 表現しましまた命がけの作業だったと思われます。そのビマーナ型のロケットの中から宇宙服を、宇宙服を、宇宙服を着たエイリアンがこの地上に降り立ちました。遮光器、土偶というのはそれを言います。誰が見ても、子供が見ても、これは 宇宙服です。それを宇宙服でないと頑張るから話がおかしくなるのです。大切なことは素直な目で、素直な心でそれを判断するということではないでしょうか。まあ以上が私の縄文土器、いらないイシタル 縄文のヴィーナスイコールイナンナイュタルセスのコッということになります。私はエイリアンですよとこの射交機道具は言っています。皆さんの判断はいかがでしょうかあとはそれぞれの皆さんが それぞれに判断するということになります。以上のことから、私は繰り返します。縄文土器イコールイナンナイュタール。そして、縄文ヴィーナスイコールイナンナイュタール説を、もう一度、ここで唱えることにしました。後の判断は、 皆さんにお任せします。もう一度この写真を見比べて見てください。もう一度この写真を見比べて見てください。 縄文土器イコールイナンナイシタール。縄文ビーナスイコールイナンナイシタール。であると、私、林博士は判断しました。長い動画でしたけども、最後までご覧くださり、どうも、 ありがとうございました。バイ。